会社を作ったのが1999年ですから、今からもう14年前になります。まあ、当時私はアンダーセンコンサルティング、今でいうアクセンチュアですね、の方で、勤めてたんですけども、まあ、コンサルティングしながら、まあ、インターネットがどう企業の、企業のビジネスを変えていくのか、どういうビジネスチャンスを生むのかというのをずっと、まあ、仲間内で話している中で、実は仲間のうちから何人かがポロポロと、実は僕インターネットベンチャー始めるんだとか、起業するんだという仲間が増えてきてですね、まあ、初めて僕自身も、あ、何かしら僕自身もできるかもしれないと思い始めたのがまず第一の段階です。で、当時コンサルティング業界の仲間がですね、あるベンチャーに転職をして会社に遊びに行った時に、ちょうどこう今でいう URL ドメインのチェックをしてたんですね。まあ、どうやってそのドメインチェックするのって、まあ、私もやったことがなかったもんですから、いろいろ教えてもらっている時にコスメと検索したら、実はキーワードが空いてたんですね。あ、これ面白いんじゃないかと言ってコスメのドメインが取れてしまったというのが2つ目。もう一つ、思っていたのが、まあ、一緒にやってた、山田という人間が週刊コスメ通信というコスメのメールマガジンを出してですね、彼女の始めたメールマガジンにたくさんの女性が集まるのを見ていて、あ、これはいけるんじゃないかと、まあ、いくつかのキーワードがずっと重なってですね、まあ、始めてみようかなと思って始めたのがこのアイスタイルという会社のスタートになってます。口コミを軸にしたデータベースを作るというビジネスを始めるために、まあ、始めた会社です。で、まず一番何が大変だったかっていうと、誰も口コミサイトを見たことがないので、どんなに説明しても頭の中にイメージができないんですよ。このサイトの説明をすることがまず一番大変でしたね。もう本当に私自身が仲間と一緒にもうプログラミングしながらサイトをもう見よう見まで作り始めて形にし、写真も今でこそメーカーさんからいろいろいただけるようになりましたけども、仲間内で写真を撮って、まあ、勝手に上げるということをしながらですね、本当にまあ手探りでもう自分たちで作っていったというのがサイトのスタートです。結果的には勝手に写真をどんどん上げていくと、向こうからたまにお怒りのご連絡いただくんです。勝手にうちの写真上げるなとか、こんな、著作権があるのに怒られるってことは、その人は多分おそらく先方の企業様の担当者だと、まあ、半分怒られながら半分初めて、あ、連絡先が分かったということでそこに行ってですね、もう何回も通って説明しているうちにその人が理解してくれて、会社の中を説明していろいろ写真くれるようになったっていうのがまず、まあ、一番最初の本当の難しいハードルっていうのは、その始めるサイトが出来上がる前ぐらいが一番大変でしたね。会社が潰れそうなタイミングっていうのももちろんありました。まあ、ようやくサイトが立ち上がって、まあ、世の中的にはインターネットバブルのようにこれからインターネットビジネスがどんどん立ち上がるという時期なんですけども、まあ、ものの半年もしないうちにインターネットバブル弾けたらドーンと弾けちゃうわけですよね。まあ、本当につい1ヶ月前までは、社長もうなんかインターネットビジネスやるの聞きました、なんかすごいビジネスやるらしいですね、1億円だったら1週間で集められますって来て、で何やるんですかみたいな人たちがたくさんいたのに、急に、いや分かりました、話聞いて検討します、1週間2週間なんかそのまま放置され、だん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 1ヶ月も経つと、いやもう1円もインターネットには投資できないんです、もう本当にですね、手のひらを返すってこんなことかっていうぐらい世の中がガシャッと変わったので、まあ、僕たち自身も本当にこれから先どうしようかと。で、最初に出資をしていただいた VC はとりあえず一回ここで畳んでもう一回ゼロからやり直した方がいいんじゃないかって言われるぐらいの状況だったんです。もう少しもちろん赤字になっちゃいましたし、お給料も払えないような状況があったんですけども、まあ、ある時、まあ、話を聞きたいっていう人が九州にいてですね、まあ、僕たちからするともう藁をもつかも思いで、まあ、その人たちのその人のところにですね話を説明しに行くわけですね。で、まあ、今まではビジネスモデルを説明してインターネットの可能性を説明して収集を受けるということを繰り返してきたので、僕たちも同じようにその人にいろんな説明をするもんだと思って行ったんですけども、まあ、その人の部屋に通されたら全くそんなことは聞かないんですよ。まあ、お前たち何やりたいんだ、いや、インターネットで、ビジネスやりたいんです、何やるんだ、化粧品のことを、まあ、マーケティングをお手伝いしていくんです
それはビジネスになるのか。いや、もうなると信じてます。でまたもう一回最初の質問に戻るみたいな、全問答みたいなことですね。もうかれこれ本当数時間、もう本当に10時間ぐらい続いてですね、もう気づいた時には最後その人は何も言わずに分かったと言って1億円でこぎてくれたんですね。その今言うエンジェルっていう言葉はたくさんありますけども、まあ、ベンチャーキャピタルでもなく、それが個人の投資家でもなく、本当のエンジェルっていうのはですね、なんか初めて目の前にした瞬間だったもんですから、まあ、これは僕たちの会社は助かりましたし、僕たちもいつかこの人に報いろうと、ちゃんと信じてもらったビジネスを立ち上げようっていう、多分心の底からあの感じたことっていうのは一回ありました。